こんばんは、水野明子です。そしてジャーナリスト、元毎日新聞論説委員の平野幸男さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。報道するラジオも今年の、まあ、普段の放送としては今日が最後となりますよね。12月31日大晦日にはまた報道するラジオの特番をお昼間にドドンとお送りいたしますので、はい、その詳しい時間などは番組の今日の最後のところで、はい、皆様にお伝えしたいと思いますが、まあ、日頃としては今日最後で、1年振り返りましてね、平野さん、はい、やっぱり今年の大きな、まあ、世界の流れの特徴としては、うん、テロの様相がちょっと今までと変わってきたぞというところありますよね、うん、ありますね。やっぱりネット社会のやっぱり浸透がすごく影響してますよね。なるほど、まあネットで大変残虐な光景が映像として、繰り広げられるという、うん、そういうものも含めてですね、うん、テロのありようが変わってきているんじゃないか、そして今日のテーマはイスラム国の脅威、テロは近づいているのかと題してお送りしようと思っております。今日はこうした問題にお詳しい2人の方に登場していただくんです。まずお一人目はオーストラリアのシドニーにいらっしゃる方なんですが、はい、オーストラリアというのは今テロに対する警戒レベルを上げている、うん、まあ、様々なテロの関連の出来事が起こっていると、うん、今月もありましたよね、立てこもりが、立てこもり事件もありましたね、うん、まあ、ついこの間先週あった事件、うん、そしてまあ今週も様々な関連ではないかと言われるような事件も起こっています。そんな、オーストラリアのシドニーとつないでお話を伺います。そして後半はですね、ジャーナリストの黒井文太郎さんに出ていただくんですが、黒井さんは最近の5本でイスラム国の正体というタイトルの本を書いて、はい、正体を知りたいという、本当に知りたい思いですね。ねえ、うん、このイスラム国の正体というものに迫っていらっしゃる5本を書いているこの黒井文太郎さん、こうした方々にこれ聞きたいという質問、うん、ぜひ皆様お寄せください。ファックス、メールでお待ちしております。ファックスは 06-6809-9090、6809-9090 です。e メールの場合は、報道するラジオの HOU です。hou@mbs1179.com。hou@mbs1179.com でお待ちしております。報道するラジオ、今週の特集テーマです。イスラム国の脅威、テロは近づいているのか。このイスラム国という名前、イスラム派の過激派組織ですが、最初に聞いたときに、うん、国っていうものをつけてんのって、そうですね、まあ最初私もびっくりいたしました。このイスラム国という組織がイラク北部で支配地域を今年大変広げましたよね、うん、で6月にはモスルという町、これはもうイラクの第2の都市なんですが、はい、うん、ここを制圧してしまったと。そうですね、これはその後ね、バグダッドに侵攻してると、侵攻して、これ本当政府軍がそんなに意図も簡単にあっさりと明け渡すのかということで、世界中がびっくりしたわけです。でその国家というものを標榜してるというのも、うん、今までにはない、まあ規制がね、国境をちゃんと持ってるというもんではないですもんね、はい、まあいわゆる国際社会が規定しているこの国家の線ってありますけども、そんなのとは全然違う概念で思ってるんだよ、うん、我々はという意思表示ですよね、うん、そしてさっきも出ましたけど、インターネットでまあ様々な欧米人のまあ首を落とすというような、うん、もうとんでもない衝撃的な映像が、うん、入ってきました。あるいは日本人の男性も拘束されて、うん、今どうしていらっしゃるのかというそういう状況です。で逆にね、うん、日本人の若者がイスラム国に参加しようと、そうですね、これも関係者はね、警視庁に事情聴取されたり、少なからず波紋が日本国内にも広がってますよね。そうですよね、うん、まあそうした中でオーストラリアでは今テロに対する警戒レベルが上げられています。まあ、中東から遠く離れているオーストラリアなんですが、今どういうことが起こっているのか、先週起こった
った立てこもり事件ですけど、これ起こったのはシドニーって、日本人の観光客も多いところなんですか？これシドニーの中心部らしいんですよね。はあ、私の知人のお嬢さんがちょうど起きた直後に、その知人のところに携帯電話があって、怖いとか言って、目の前で起きたとか言って。そんな場所なんですか。聞いて私も、ひと事と思えない、本当に、事件だったんですね。15日の午前に銃を持った男が人質を取って立てこもって、うん、まあ、翌日の午前2時過ぎ夜中ですけども、警官隊が店内に突入をしました。これカフェだったんですね。うん、お店の中に突入して、人質2人が亡くなりました。実行犯の男も警官隊に射殺されまして、うん、まあ、警官1人を含む4人が負傷したという事件です。うん、そのシドニーにいらっしゃいます。TBS シドニー通信員の飯島ひろきさんにお話を伺います。飯島さん、はじめまして。あ、はじめまして、水野と申します。よろしくお願いします。平野と言います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の立てこもり事件というのは、どんな場所だったんですか？そうですね、今お話があったと思うんですけども、まさしくシドニー市内のですね、まあ、ど真ん中、まあ、中心部なんですね。そうですね。で、まあ、これ周りにはですね、銀行や、まあ、証券取引所がある、まあ、ビジネス街でして、まあ、近くにはですね、もうすぐそばにですね、アメリカ領事館がありますね。そして、日本の総領事館もですね、もう本当に歩いてすぐというところにあって、で、カフェはですね、まあ、お話がありました、カフェはですね、まあ、本当に中心部で、まあ、高級チョコレートなどを売るお店がですね、併設されたカフェで、とても人気なお店だったんですね。じゃあ本当に日本人の観光客が、そのあたりを楽しげに歩くっていうのは普通の格好ですわね。そうですね、まあ、ビジネス街ですからね、まあ、観光客というのわけでもないんですけど、仕事場には、ちょっと1キロぐらい行きますとですね、世界遺産のシドニーオペラハウス、あれも徒歩で行ける、そんなとこなんですか。で、大聖堂なんかもありましてね、ちょっと行きますと、ショッピングモールなんかもあって、まあ、観光客ももちろん行くところですね。そうでしたか。いや、その近くにはなんかテレビ局もあるって聞いたんですが。そうですね、その実はそのカフェの目の前にチャンネル7というですね、まあ、全国ネットのテレビ局があってですね、これ日本でもですね、もしかしたらテレビ等でですね、映像をご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、目の前にですね、見えるんですね。で、そのテレビ局のガラス張りの、まあ、オフィスがあって、そこはニュース番組の、まあ、朝のニュース番組の、まあ、収録というか生放送やってるところで、でそこにテレビがまあ、カメラが設置されてまして、まあ、目の前ですから、この16時間に超えるですね、立てこもりの様子が一部始終このカメラに収められていたんですね。で私もその事件をそのテレビ局に行ってですね、そのカメラが設置されている場所を見させてもらったんですけども、まあ、本当にもう目の前至近距離にあってですね、そのカフェの様子がもう丸見えなんですね。そしてその当時そのカメラの隣にはですね、数人スナイパーですね、いわゆる狙撃手が、まあ、ライフルを構えて犯人に向けて、ね、構えていたんですね。で驚いた話を後で聞いたんですけれども、このテレビ局の関係者に聞いた話なんですが、この、まあ、容疑者の男、実はですね、このカフェに、まあ、押し入る前に、このテレビ局を狙っていたらしいですね。これは、まあ、あなたの情報なんですけども、実はこの、まあ、まあ、10時前ぐらい、朝の10時前ぐらいだったんですが、カフェに押し入ったのは、そのちょうど1時間前ぐらい、ちょうどその朝のワイド番組ですね、生中継日本でもやってると思いますけども、そこが見えるところです。ですね、これ黒いバックパック、まあ、銃を入れて、まあ、爆弾を、まあ、詰め込んだと自分は言ってたんですけれども、その目の前を、ね、うろちょろしてたんですね。それを、まあ、テレビ局のセキュリティカメラがしっかりと映像を捉えて映ってたんですか。そうなんですよ。それが分かってたんですね。いや、テレビ局を狙ってたという意味では、何かそういう、こうメッセージを発信したいというような思いがあったんですかね、容疑者には。多分そうだと思います。まあ、この容疑者の男、少し、まあ、目立ちたがり屋なところがあったようでですね、まあ、何か自分の要求をですね、自分の、まあ、主張を世間に広めたいという意図が、まあ、あったんではないかと。まあ、立てこもった時にもですね、オーストラリアのアボット首相
と話をさせろとか、しきりに言っておりましたので、はい、何か主張したかったではないかという、はい、まあ、射殺されて死亡してますので、まあ、目的等はまだよくわからないんですけども、そんな意図があったのではないかというふうに思いますね。なんか組織的な犯行という感じでも なさそうなんですね。そうなんですね。それは最初、まあ、私たちもですね、この事件が起きた時に、立てこもってですね、まあ、犯人、まあ、映像テレビのニュースでご覧になったかも思いますけれども、まあ、黒字にですね、白文字でアラビア語で、まあ、アラは雷というですね、アラの他に神なしというアラビア文字で書かれて、その旗をですね、人質に、まあ、窓越しに掲げさせたり、まあ、人質をですね、まあ、人間の盾にしたりですね、また、そのカフェの中から、まあ、イスラム国の旗を持ってくるように要求するなど、この犯人がしたんですね、それことからこれはもうイスラム国と関係のある、まあ、組織的なテロではないかという見方があったんですが、まあ、蓋を開けてみたら、まあ、この男の単独犯だったという感じになってますね。この男はどういう背景を持っている人物だったんですか。はい、この男なかなかこういうことを言ってはあれなんですが、本当に不思議な男でして、うん、まあ、イランに生まれたんですね。イラン出身。イラン出身なんですね、はい、で名前がマンハロン・モニスというんですが、まあ、50歳ということで、はい、で、まあ、1996年に、まあ、イランの母国にですね、まあ、妻と子供がいたんです。妻と子供を残して、まあ、オーストラリアにビジネスビザで入国するんですね。それから2001年に政治難民として認められてオーストラリア国籍を取得しました。でそれから、まあ、自らをイスラム教の聖職者だと名乗ってですね、まあ、過激な行動をするようになります。そして2010年にはですね、オーストラリアのアフガニスタン派兵に強く反対して、まあ、オーストラリア兵は殺人者だったと書いた手紙をですね、この兵士の家族に送りつける、まあ、侮辱するような手紙をですね、送りつけて逮捕されてるんですね。でそれからまた去年の4月にはですね、これもちょっとおぞましいというかあれなんですが、うん、まあ、オーストラリアで結婚したこのイランに残した妻子ではなくて、妻や子供ではなくて、オーストラリアで結婚した元妻がですね、17箇所を刺された上、体に火をつけられて殺害されるという事件が起こったんですね。でこの殺害事件に関与したとして逮捕されたんです、この男は。しかしまだ保釈されたんですよ。でまだあるんですけども、今年の10月なんですが、この男はですね、自らをスピリチュアルヒーラー、まあ、癒しをできる男と名乗ってですね、新聞広告を見て訪ねてきた女性に猥褻行為を行うなど複数の性的暴行容疑で逮捕されるんですね。でこれで、まあまあまあ、ジェイルに入ったかと思ったんですけど、また保釈が認められてしまうんですよ。でまあ、この保釈後、モルシ容疑者は毎日警察への報告が義務付けられるなどしていたんですけれども、まあ、結局今月15日ですね、まあ、とうとう今回の事件を起こしてしまうと、そういうまあ経歴を持つ男だったんです。これまでに度重なる、まあ、様々な犯罪歴があったと言われている、はい、そんな男だったんですけど、その宗教的な思いということではどうだったんでしょうかね。そうですね、この男、宗教的な、まあ、実はこの男を知っている人物に私、はい、話を聞くことができたんですけれども、でまあ、イスラム教徒のコミュニティというのがですね、シドニーの南西部に、まあ、15キロほど行ったところにあるんですけれども、そこにあるモスクとかがあってですね、まあ、彼もこの男もですね、まあ、モニス容疑者もここに住んでたんですね。で、まあ、オーストラリア国籍を取ってから自分をイスラム教徒の、まあ、聖職者だと名乗っていたんですが、まあ、この、 周りの、まあ、イスラム教のコミュニティからは、まあ、この男はちょっとおかしいぞと、で何の資格もないので自分で、なんか言って、で、まあ、スピリチュアルヒーラーとか言って、まあ、宗教的にも少しちょっとおかしいんじゃないかということで、まあ、つまはずきというか孤立してたということらしいんですね。その、まあ、イスラムの過激派が持つような思想との関連というのはどうなんですか。そうですね、確かに、まあ、この、まあ、アフガニスタンの派兵反対したりですね、まあ、こちらの政治家にですね、かなり強く尋問したりしているので、まあ過激、まあ、イスラム過激派的なですね、まあ、思想を持っ
ていたのかもしれないんですが、まあ、実際この、まあ、イスラム国や、まあ、イスラム過激派組織と、まあ、直接関連したというですね、まあ、証拠といいますか、そういったものが今のところ見つかってないんですね。あの後でちょっと伝えられたんですけど、はい、9月にですね、同じような18歳の少年が警官を、はい、襲ったというふうにメルボルンですか、そういう事件もあったんですね。はい、そうですね、あの警官を襲う、まあ、襲って、まあ、それほどの事件ではなかったんですけれども、うん、あの9月にはですね、メルボルンでもありましたし、あのシドニーの近郊にもでもですね、うん、あのまあ、イスラム国の支援者とみられる、まあ、15人が、まあ、あの警察に拘束されてるんですね。でなぜ拘束されてたかというと、まあ、この、まあ、テロ計画を練っていたと。でそのテロ計画というのは、うん、まあ、この一般市民を誘拐した後、まあ、殺害してですね、うん、まあ、その様子を撮影した映像を、まあ、インターネット上で公開しようという計画を練っていたということでですね、容疑で、まあ、この15人が拘束されるという事件が、うん、事件といいますか、あの出来事が起きています。そしてまた、あの最近では実は、まあ、あの一昨日、まあ、クリスマスの24日にですね、まあ、警察が発表したんですが、まあ、その前の日の23日だったんですが、まあ、シドニー、またこのシドニー近郊なんですけども、まあ、テロ攻撃のですね、手書きの計画書を所持していたとして、若い男2人が、あの警察に拘束されました。で、まあ、その中の1人はですね、まあ、20歳の男なんですが、まあ、今年初め、またこれテレビに出てるんですけども、オーストラリアの国内のテレビ番組に出演してですね、なんとその男はですね、ジャケットにイスラム国の旗を縫い込んだジャケットを着て、まあ、出演するなどしていたんですね。で、まあ、これを受けて、まあ、アボット首相もですね、まあ、23日なんですけども、うん、まあ、あの高度の高いですね、テロリストの会話を傍受した、まあ、信頼度の高いテロリストの会話を傍受したと発表してですね、まあ、この立てこもり事件に続いて、まあ、オーストラリアの主要都市で何らかのテロ攻撃がある可能性があるとして、まあ、国民に注意を喚起してもいるんですね。これはやっぱりアボット政権がですね、親米的ですよね。それで、はい、まあ、一緒にこう空爆なんかも参加してるんですかね、はい、まあ、軍隊共に出してるという同盟軍ですよね、はい、まあ、こういうことが背景にあるんですかね。そうです、それは確かに言えると思います。やはりここへ来てですね、オーストラリアというのは、まあ、ご存知かもしれませんけど、基本的に安全な国でして、うん、まあ、911のですね、まあ、同時テロ後にもですね、大きなテロ事件というのは起きてないんですね。これだけ、まあ、アメリカに近い国なんですけども、まあ、今回、まあ、こういった少しかなり緊迫した状況になっています。やはりまあ、イスラム国へのですね、まあ、関連施設への空爆に参加したんですね、オーストラリアが。これがかなり大きいと思うんですね。でこれを受けてですね、今年の9月なんですけども、このイスラム国の、まあ、広報担当と名乗る男がですね、まあ、汚れたアメリカ人やヨーロッパ各国市民に加えて、オーストラリア人など、まあ、対イスラム国有志連合に参加する国の市民は殺せるならどんな手段を使っても殺害せよというメッセージをですね、インターネット上で発信したんですね。でこれを受けて、やはりこの、なんて言いますか、このオーストラリアのテロのターゲットではないかと、うん、まさにおっしゃる通り、まあ、アボット政権のですね、まあ、こういった親米、政策というのも影響しているかと思います。いわゆるその直接的な命令を下すというのではなく、こうするんですね、国内にいて、どんな手段を使ってもやれというようなメッセージを出してしまう、はい、やっぱりそういうものにこうするという動きがあるんだ。これイスラム国というのは外国人もね、外国人の兵士も多いって聞きますよね。これオーストラリアからもイスラム国に参加した人っているんですか？実はね、いるんですね。で、実はこの、まあ、ここの、イスラムコミュニティでですね、まあ、若者たちの教育、この人は本当に素晴らしい方なんです。教育者なんですが、イスラム教徒の方なんですが、正しい、まあ、イスラム教徒としてのですね、生き方を教える、まあ、教育施設を運営している方が、まあ、アフロツ・アリサという方がいるんですが、その方にお話を聞いたんですけれども、はい、まあ、実際ですね、まあ、イスラム移民のですね、まあ、イスラム教徒の移民というのは、まあ、オーストラリアは歴史がそんなに古くないんですけれども、うん、まあ、政治同盟で
来られてる方と本当に2世3世が多いんですが、そういったあの2世3世オーストラリアで生まれたイスラム教徒の若い世代がですね、まあ、このイスラム過激派思想に傾倒して、まあ、あのイスラム国の戦闘員としてあの行くケースが増えています。そしてこのイスラム国のですね、まあ、関係者が実はリクルートしていると、まあ、あのスカウトしているという実際もあるんですね。でもこのアリさんによるとですね、まああのまあ、もちろんこの若いイスラム教徒の中にはですね、今回いろいろなイラクや シリアの爆撃に関してですね、あの、まあ、同胞が殺害されることについて怒りを覚えているという若者もいるようなんですが、何かこの、まあ、スカウトマンがですね、実はお金を渡して若者にお金を渡して、まあ、お金で釣ってといいますか、あの戦闘員にならないかというふうに接触しているという例もあるというんですね。飯島さん、あの、はい、この報道するラジオという番組はリスナーの方からの質問もいろいろ受け付けて作ってる番組なんです、はい、ラジオネーム、はい、ライカモチさんという方はね、はい、いや、あの、どうして先進国の若者がイスラム国に惹かれて参加しようとするんでしょうか、はい、今お金の話もありましたけど、はい、まあそれ以外の心理的なものもあるんじゃないでしょうかって聞いてらっしゃるんですが、いかがでしょう。そうですね、まあ、先進国、オーストラリアは確かに先進国ですし、イスラム教徒のこちらに住んでる方もそんなに貧困ではありませんし、社会保障もしっかりしてますから、はい、そんなに困って切羽詰まってるって感じは全くないんですけれども、じゃあなんでですかね。やはり、やっぱり若い、まあ、お金といいますか、まあ、どこの国もそうだと思うんですけども、ドラッグとかお金とかね、ついつい食らんでしまうとか、やってみようっていう感じになってしまう。で、それでたまたまそういったスカウトが来てですね、お金で釣られてしまうということもあるようですね。それから、まあ、オーストラリアも、まあ、この移民の国で、まあ、多文化主義、マルチカルチャリズムという、まあ、国でなんですけれども、多種多様な民族文化をですね、お互いに尊重しながら共存して暮らしている社会なんですが、やはりですね、まあ、有色人種といいますか、こうしてイスラムの方たちに対するですね、差別っていうのはですね、やっぱりあるんですね、少なからず。で、そこでやはり若者たちが、オーストラリアに生まれたのになんで、違うんだっていう不満を持っている人たちも、やっぱり、少なからずいるんですね、うん、そういう不満がですね、まあ、若者のこの、まあ積もったこのエネルギーといいますか、うん、そういったものが、まあ、たまたまそういったイスラム国のスカウトマン と接触してですね、では行ってみようかということになっている例もあるようです。最後にラジオネームチャーブカホチチさんって方はね、はい、日本ではテロは起こらないと漠然と思ってるんですが、はい、万が一にも起こる可能性ってありますかね、と聞いていらっしゃいます。そうですね、なかなか、ね、私がお答えするっていうのはなかなか難しいんですけど、ただオーストラリアの例から言いますとですね、まあ、オーストラリアは先ほど申しましたように非常に安全な国、銃規制も非常に厳しくてですね、まあ、アメリカやヨーロッパに諸国からまだまだ全然安全な国なんですね。で、そういった大きなテロ事件も起きてませんし、まあ、それだけで今回国民はですね、かなり衝撃を受けたようで、で、まあ、先ほど言いました立てこもり事件の現場になったカフェの周りはですね、はい、まあ、事件から1週間経った後でもですね、この亡くなった人質の2人を悼む献花に訪れる人が絶えずですね、もうこの現場前の広場の一角、まあ、50メートル四方の一角はですね、花束で埋め尽くされる状態になってたんですよ。何千本という花束で。そのくらい、まあ、衝撃を受けて、非常に、まあ、いい国民と優しい国民といいますか、でもあるんですね。ただ、こういったオーストラリアでも、こういったテロが、脅威というものが、本当に、もうすぐそばまで来ているということはですね、やはり日本も、もし、これから日本がですね、まあ、イスラム国への空爆などにですね、まあ、何らかの形で積極的に関与するということになったりするとですね、もしかしたらテロの標的に、なる可能性は全くないとは言えないように感じます。そこは本当に考えるべき一つのね、大きなとこですね。今日は TBS シドニー通信飯島博樹さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、報道するラジオ、今週の特集テーマはイスラム国の脅威、テロは近づいているのかです。今度はですね、ジャーナリストの黒井文太郎さんとお電話をつながせていただきます。黒井さん、こんばんは。
どうもこんばんは、お願いします。どうぞよろしくお願いします。黒井さんがお出しになったばかりの5本のタイトルがイスラム国の正体と、うん、本当に正体を知りたいなと思う過激派組織ですね。このイスラム国の影響でね、はい、世界いろんなところで、まあ、影響が出ているのか、テロが起こっているのか、うん、実際はどうなんでしょうか。今のところですね、はい、まあ、イスラム国が、まあ、かつてのアルカイダのようにですね、はい、まあ、自分たちの工作員を派遣して、まあ、テロを起こすと、うん、いうようなことは今のところ起こってないんですけれども、はい、まあ、それに感化されたって言いますかね、うん、イスラム国と直接の関係はないんですけれども、はい、まあ、自分たちが何かその暴れたいと、これは人によっていろいろ理由違うんですけれども、うん、そういった人たちがそのイスラム国をまあ一つ、まあ、便乗してって言いますかね、それの支持者であるというような、まあ、ことを言ってですね、うん、まあ、テロもどきのことをやっているのは何件か発生しますよね、うん、これネットをなんか巧みに利用してますよね、はい、これ呼びかけもそうだし兵士の募集もそうなんですかね。そうですね、特にその外国人の、うん、まあ、イスラム国ってのはその外国人の、まあ、義勇兵って言いますかね、うん、外から入ってきた人が多いんですけれども、うん、まあ、そういった人たちにその母国語で自分たちの国の仲間に呼びかける、うん、そういったビデオをよく作ってますよね。え、母国語っていうことはいろんな言葉でって意味ですか、うん、そうですね、何カ国語も使うんですか、はい、それぞれの国いろんな国籍の、まあ、兵士がいます、戦闘員がいますんで、あ、まあ、フランスであったりイギリスであったりドイツであったり、まあ、インドネシアとかですね、まあ、いろんなところにそのいますんでね、はい、今だいたい組織的にはですね、はい、何万人ぐらいいると思われるんですか。これね、はっきりして、はい、はっきりしたことがよくわからないんですね、うん、あまりその例えば外国のメディアをですね、うん、積極的に受け入れて発表しているというようなことではないので、うん、まあ、それぞれのアメリカなりイラクなりの政府なんかがその、まあ、推定してるんですけれども、うん、まあ、それですと大体まあ1万人ぐらいから3万人ぐらいの間というふうに言われてますよね。1万人から3万人、はい、でおそらくその中心になって戦っている戦闘員の他にですね、うん、まあ、現地で、まあ、強制的に集めたとかですね、そういったあとは作戦のたびに集めた人とかいろいろいますんで、はい、ちょっと正確な数字がよくわからないということですね。資金も豊富だというふうに黒井さんの本にも、ね、書かれてますけど、はい、最近でも440億ですか、強奪したというか、はいはい、バグダッド侵攻の過程で、バグダッドじゃなくてですね、まあ、イラクの中 のモスルって2番目の大きい町があるんですけれども、まあ、そこを制圧したときにそこの、まあ、中央銀行の支店に行ってですね、うん、まあ、金庫を、まあ、ごそっとかっさらったんですね。これラジオネームコーラル3号さんという方はまさにそのイスラム国の財源はどうなってるんでしょうかと聞いてらっしゃるんですけど、はい、今の話はその中央銀行の お金を どんどん取ってる440億円ですか。そうですね、はい、はあ、1500万ドルだったかな、はい、はあ、でもこれオイルマネーとか、はい、その油田なんかからもそうですね、いろいろ資金を得てるんじゃないかとも言われてるんですか。そうですね、まあ、イラクと、まあ、隣のシリアっていう国に、まあ、勢力を持ってるんですけれども、はい、それぞれ油田がありますんで、うん、そこを割と積極的に優先的に狙ってですね、まあ、そこを制圧して、まあ、石油を、まあ、密売するというようなことを早くからやってますよね。これやっぱりそもそもイラクからアメリカ軍が撤退してから勢力を急激に伸ばしたっていうことですか。まあ、撤退した、まあ、2011年に撤退したんですけれども、うん、ほぼ同じくらいから、まあ、翌年ぐらいからですね、隣のシリアで内戦が激しくなってですね、イラクではもともとそんなに大きくなかったんですけれども、うん、そのシリアの方で、かなり勢力を強くして、うん、でイラクの本国のイラクの方に、まあ、なんて言いますかね、戻ってきたって言いますかね、うん、そういった流れですよね。そのあたり少し教えていただけますか。ラジオネームワクさんという方もね、はい、イスラム国とはどのような勢力で、うん、どのような目的の組織なんですか。今シリアのお話が出ましたよね、はい、シリアの内戦があったからイスラム国がこれだけ急に大きくなったんですか。そうです
ですね、もう決定的ですよね。ですから、まあ、イラクではもともとアメリカとの、まあ、戦争があってですね、はい、その頃からいわゆる反米テロっていうグループがいっぱいいたんですけれども、はい、まあ、それはもうある程度下火になってたんですね、うん、まあ、あのアメリカ軍がまあ引き上げてからですね、まあ、多少また盛り返してはいたんですけれども、今のように飛躍するような土壌にはなかったんですね、うん、でただその人たちがの中の一部がですね、隣の国の内戦に、まあ、関与してですね、そこでその現地で、まあ、なかなか内戦が長引いてますから、はい、まあ、反政府派といいますかね、そういったグループの中から仲間を、まあ、募集して、で特にその当時そのいろんな国からまあ、シリアの内戦に、まあ、片方の義勇兵として入ってきた外国の兵隊いっぱいいるんですけれども、うん、まあ、そういった人たちがかなり入ってきたんですね。いや、私シリアの状況自体がまずね、うん、よう分かってないんですけど、うん、はい、あのシリアというところは一回こう民主化を目指してやりはった国ですよね、はい、そこが今どうなってるんですか。そうですね、ちょうどだから日本で、はい、東北の大震災があった ほとんど同じ時期なんですけれども、もう2011年、はい、3月ですね、はいはい、にそのアラブの春という流れの中で、うん、まあ、シリアってはもう40年以上にわたって独裁政権なんですけれども、40年以上の独裁政権、うん、はい、あの、まあ、北朝鮮のようにそのお父さんと息子で今2代目なんですけれども、うん、あの、まあ、非常にその秘密警察の恐怖支配の国だったんですが、うん、まあ、初めて、まあ、反政府運動ってのが出まして、はい、でそれに対して、政権が当然弾圧するという流れがあってですね、うん、まあ、それ半年ぐらい続いたんですけれども、2011年の秋ぐらいから、まあ、反政府軍の中から寝返る人たちが出てきて、うん、いわゆる反政府軍みたいなものができてですね、内戦化していくんですね、うん、で それはまあ最初はその独裁政権の軍に対する反政府軍だったんですけれども、翌年2014年ぐらいからですね、その中にそのイスラム過激派の人たちがだいぶ入ってきたと、うん、いうことですね。ですから反政府派の中にも、まあ、とにかく、政府を倒したいっていう考えの人もいれば、うん、イスラム的な国を作りたいという人もいれば、うん、いろんな人がいるんですね。そうしたらシリアで暮らしている一般市民の立場になってみたらですよ、はい、40年以上アサド政権、あのお父さんと息子でずっと独裁政治やってるし、秘密警察のネットワークで言うたら言論の自由がないってことですよね。そうですね、そんなこと言ったら捕まっちゃいますね、はい、なんか悪口言ったら捕まるんですか、政府の悪口言ったら。あの家族ごといなくなっちゃいますね。家族ごといなくなってしまう、はい、そんな状態なんですね。あの、まあ、要はあの北朝鮮と同じような仕組みです、ね、うん、そうか。で、そこで、なんとかこう政府を、うん、まあ、転覆させたいということで、うん、反政府軍集まったんだけれども、はい、ちゃんとした民主化ができないままに、ね、過激派組織がどんどん入ってきてしまった。うん、 そうですね、そしたらもう、戻るも地獄、はい、進むも地獄みたいなとこが、ありますね。そうですね。ですから一般の人は非常に辛い立場ですよね。うん、はい、両サイドから攻撃を受けてますから。黒井さんのご本では、20万人が殺害されて、2200万人の人が流浪の海、はい、になったと。大体国民の半分ぐらいですね。1000万近いと思います。まあ、あの国内外で、あの国内の避難も混ぜてるんですけれども、その数字はですね。はい、これはだけど、アサド政権はなかなかあのそういう意味では強権的ですけど、あの倒れませんよね。そうですね、これはやはりあの武力って言いますかね、うん、持っている武器の差が圧倒的に違うのでなかなか難しいですね、うん、アメリカ そのいわゆる反政府への支援も中途半端に終わりましたもんね。そうなんです。ですからあの、まあ、反政府の人たちはですね、うん、最初アメリカからの支援を期待していてですね、はい、まあ、あのその前のカダフィがあのリビアで倒された時のようにですね、うん、まあ、世界を助けてくれるだろうというような期待を持ってたんですけれども、ちょっとそうはいかなかったですね、うん、そこに、まあ、乗じたということですかね。そうですね、まあ、乗じたって言いますか、まあ、自然発生的なものがあるんですね、うん、当然そのイスラムの過激派の人たちって、その辺には前からある程度いますんでね、うん、そういう人たちがまあ自分たちの目的でやっていくと、うん、ですからその中に特に外国から来た人がすごく多いんですけれども、うん、あのアサド政権を倒すというあの目的で来たんですけれども、うん、目的が変わっちゃってですね、うん、あのアサド政権よりも、まあ、とにかく自分たちのイスラムの国を作るんだっていうふうに、
考えた人が、まあ、イスラム国に集まってきたということですね。はあ、ラジオネーム玉ねぎちゃんという方も、どのような主義の人たちが集まってはるんですかって、イスラム教の教義に関係あるんでしょうかって聞いていらっしゃいますが。そうですね、あの向こうの言葉でサラフィーって言うんですけれども、サラフィー、はい、あのイスラム主義という中にもいろんな考えの人がいるんですが、その中で一番ラディカルな考えでですね、要はイスラムができたのが7世紀なんですけれども、はい、7世紀の社会を模範として、当時作られた、まあ、聖典コーランというのがあるんですけれども、その時代と同じような仕組みを作ろうという考えですね。ですから、まあ、今亡くなっちゃってるんですけれども、あのカリフ制度って言いまして、ムハンマドっていう人がその預言者って言ってイスラムを最初に始めた人なんですけれども、まあ、その後継者という人のもとに、世界のイスラムは一致団結して 共同体を作っていこうと。でそれが我々イスラム国であるという考えですね。これはあのユダヤ教とかキリスト教信者は敵とみなすわけですか？そうですね、ここは難しいんですけれども、同じグループなんですよ、その3つはですね、同じ3つなんですけども、イスラムの考えというのはですね、最後に出てきた預言者ムハンマドが、正しい神の教えを、その前の2つよりも正しい神の教えをしているということで、で彼らに他の宗派に関し、宗教ですね、例えばキリスト教とかユダヤ教、認めてないわけではないんですね。もちろん同じ宗教を認めてるんですけれども、彼らは真実を知らないという立場です。我々が真実を知っていると。ですから教義的、イスラムの教義では、彼らが自分たちの意向に従うんであれば別に回収しなくてもいいよと、その代わりお金払いなさいと。お金払いなさい、そういうことです。はい、キリスト教やユダヤ教より成立が後だったから、はい、そうです。だから無理やり回収しろというわけじゃないけど、私たちの言うことをちゃんと認めなさい、そうでなかったらお金払いなさいと。そうですね、はい。いや、だけどね、私、イスラム教って平和の宗教だっていう言い方をよく聞いてきたんですね。はい。なんでこんなにイスラム国のやることっていうのは残虐なんですか？ですから、まあ、そこはいろんな立場の人がですね、イスラムというのも結構曖昧なところがありましてですね、要は、最初にできた聖典コーラン、それからムハンマドさんが、まあ、過去どんなこと言ったかっていうのは、そういった記録があるんですけれども、はい、まあ、それを元に、作品を作ろうと言うんですが、その元になっているコーランとか、ハディースっていうんですけれども、そういった原稿録ですね、非常に曖昧な表現も多いんですよ。でそれをどう解釈するかっていうことで、非常に攻撃的な部分もあれば寛容な部分もあって、それを何を言わんとしてるかっていうのを、まあ、いろんなそのイスラム法学者と言われる方々が解釈するんですけれども、イスラム国みたいな人たちはですね、とにかくその攻撃的な部分、まあ、廃墟者、要は自分たちの宗教に敵対する勢力は殺してしまえみたいな、いうようなところもありますんでね、ですから、そうしたところにだけを、まあ、注目すると。で世界のイスラム法学者の、主流はですね、そういった部分だけではなくて、教義が言っている全体を見てですね、そんな、ことではないんだということですね。もっと、緩やかな、まあ、みんなで仲良くしようっていうようなところを、まあ、言ってるんだよっていう立場ですよね。ですからお互いにですね、自分の都合のいいように解釈するところがあって、そこがそういった教義の面では結構、問題が起こってますよね。まあ、イスラム国というからには国としての統治機構というのを、はい、まあ、既存の国家概念のようにこう例えば何とか省とかですね、はい、作っている気配はあるんですか？そうですね、自分たちではまあ一応作っているというふうになってますね。それと黒井さんのご本でですね、はい、5年後 の、 その、まあ、将来図をイスラム国が描いて、はいはい、で北アフリカ全てと、アラビア半島からインド大陸まで、はい、そうですね、勢力図に、まあ、はい、5年後収めるんだみたいな
まあ、先に言う途中経過ですね。あ、途中経過。はい。最終的には全部イスラムが正しいって考えですから、全世界をイスラム国の旗で埋めたいっていうのが、まあ、主張なんですけれども、とりあえずその前段階として5年後を目標に、まあ、イスラム教が、まあ、伝播した地域、それからかつてイスラム帝国が占領した、例えばですからスペインとかも入っちゃうんですね。スペイン入ってますね。はい。ああいうところまでも含めて、今までイスラムの勢力に入った部分はとりあえずまとめてしまえと、で自分たちが占領しようじゃないかというような、今ビジョンで動いてますよね。これはこういう国にも無差別で戦闘行為をやがて始めるみたいな意図があるんですかね。チャンスがあればやるんじゃないですかね。ただまあ現実的に無理なんですけれども、まあ、彼らとしてはイスラムで、まあ、要は自分たちだけがではなくてですね、イスラムだけが正しいので、全部イスラムにしましょうということが、まあ、最終的には考えとしてあると思うんですね。これラジオネーム闇夜のカラスさんという方のご質問ですけども、はい、アメリカなど有志国連合がイスラム国を空爆してますが、はい、これどれだけ効果あるんですかって聞いていらっしゃいます。はい、とりあえず、はい、今年の6月からですね、ものすごくイスラム国の勢力伸ばしたんですね。はい、でこれは一つ大きな事件があって、そのイラクのモスルっていう町を攻撃した時にですね、イラク軍が戦わないで逃げちゃったんですね。はい、でイラク軍の政府軍の持っていた大砲であるとか戦車であるとかってのを大量に手に入れちゃったんですね。で、それを元にまたシリアに戻ったりしてですね、どんどん戦線を拡大していったんですね。でものすごい勢いでバグダッドになんかも迫ってきましたね。それをなんとかしなきゃいけないっていうんでアメリカが空爆始めたんですけれども、はい、まあそれによってイスラム国の進撃自体を止めたんですよね。はあ、はい、ですからそれアメリカが入らなければ、もっと大変なことになってたんですけれども、ただ進撃を止めてもですね、まあ、彼らはその空爆が始まればチリチリ逃げるんですけれども、米軍の戦闘機が行ってしまえばまた戻ってきますから、イスラム国の占領地域自体はですねほとんど縮小してないんですね。そうなんですか。はい、いや、ですから空爆のまあ一つの限界って言いますか、空爆で、敵の進撃は食い止められるけれども、押し返すにやはり地上戦力が必要なんですけれども、これがイラクでもシリアでも非常に弱いということですね。そのイスラム軍の兵士がいわゆる一般市民の中に混ざってしまったら、はい、その空爆ももちろん難しいでしょうし、地上戦になったとしてもかなり難しいことにはならないんですか。まあ、地上戦がですね、今いる現有の反対勢力が弱いですから、はい、まず難しいんですけれども、例えばアメリカ軍であるとかトルコ軍であるとかが、部隊が入ってくればもう圧倒的な戦力の差がありますから、イスラム国を、まあ、放逐することはできると思います。あ、できるというふうにお考えですか。前進していけばですね。はい、でもそれなりの痛みがもちろん伴うでしょうね。そうですね、まあ、もちろんそこで戦闘があれば、まあ、巻き添えもありますし、はい、ただ難しいのはそれぞれの政府軍じゃないですから、まあ、政治的な問題もありますよね。他の国が入っていくっていう問題が出てくるので、誰がやっても自分たちがその非難の的になりますから、今のところアメリカもトルコも、なるべく自分たちはやりたくないという立場ですよね。オバマ政権は、まあ、地上軍はもう出さないという、はい、ところをやっぱり見透かしてるんですかね。オバマさんはアメリカの国内事情からそこまでいかないということなんですけれども、イスラム国の方は、まあ、なんて言いますか、もうそこまで考えてないと思います。まあ、アメリカそう言っても来るかもしれないってことで準備はしてると思うんですね。はい、そのイスラム国そのものをどうするかっていう問題もちろん大きいんですが、はい、それと同時にその世界各国に様々なテロが広がっていくのではないかという恐怖もあるわけですよね。はい、例えば、はい、カナダでの銃乱射した男もこれイスラム国に何か影響を受けていたと聞きますが、あれはちょっとわからないですね。はあ、2回事件がありましてですね、はい、最初にカナダで
カナダの兵隊さん、兵隊をですね、兵士を車で引いちゃったっていう事件があって、その犯人は一応イスラム国の、まあ、なんて言いますかね、個人的な支持者、ということになってるんですけれども、銃の国会議事堂での銃の乱射事件に関しては、ちょっとその異常さが目立って背景がよくわからないですよね。ですからイスラムに改宗した人ではあるんですけれども、非常に犯罪歴の多い人で、イスラム国支持がモチベーションかどうかっていうのは今のところわからないです。それは、あるいはオーストラリアのメルボルンで、もう、男が警官を襲いましたよね。はい、この時もイスラム国の旗を持っていたと。そうですね、はい、それは、まあ、若者なんですけれども、一応イスラム国のシンパだということではないかということですよね。そういったことも、発信してましたから、影響は受けてるんだろうなということですね。そのインターネットというものを通じてね、そうしたイスラム国の過激な思想に何らかの、その影響を受けるとか、何かこう触発されるというかですね、そうしたところからの、犯罪、暴力というようなものが広がっていきはしないのか、そのあたりは黒井さんどういうふうにお考えなんですか。そうですね、ただ今イスラム国がどれだけひどいかということもこれだけ報道されてますんで、それほど大きな組織的なものにはならないと思うんですね。ただどんな国にでもですね、やはりその社会に不満を持っている、もしくはそうですね、いわゆる通り魔的な人たちって言いますですね、これまでの事件も見ていてもですね、なんかそっちに近いケースが多いですよね。でそういう人たちが例えばかつてはですね、今でもありますけれども、いわゆる人種差別であるとか、妊娠中絶反対であるとか、そういったそのことを言ってですね、銃を乱射するみたいな事件っていうのはヨーロッパでもアメリカでもあったんですけれども、これからそういったその不満を持ってる人たち、通り魔的な人がイスラムというのを一つの自分の心の中でですね、変に美化して、かぶれて、よく考えもよく知らないままにやるというケースが、ちょっと今出てきてるのかなっていう気分がありますよね。それぞれの社会の閉塞感から、こう共鳴しやすいというか、そういうなんか引き金になりやすいということですかね。だからイスラムだからっていうのは今のまでのケース見てるとあんまり感じなくてですね、もともとそういうことをやりそうな人なんですね。大概そういったその前歴があったりなんかして、でそういう人たちが、いろんなその自分の不満の何かしら理由付けをしたいというところで、ちょうどイスラムっていうのがあったんだなっていうケースが今までのケースを見るとちょっと目立つかなという気がしますよね。ですからもともとそのイスラムにの思想に感化してうんぬんっていうことよりはですね、でむしろヨーロッパなんかで問題になっているのは、そういった移民の子供たちとかが、イスラムの過激思想に染まった人っていうのは今のところテロを起こすよりはイスラム国に実際に行っちゃいますよね。それは非常に問題になってます。イスラム文明の中そのもので育ったんじゃないけれども、移民の子供として育った人が、そうですね、いわゆるホームグローンテロリストって言い方をするんですけれども、西側諸国で、母国が育ったという、そういうことですね。ほとんどそのイスラム系の2世3世の方がほとんどですね。これ人数がもう数百人単位というふうに聞いてますけど、そうですね、すごい数ですね。そうですね、みんなバラバラで来るんですけれども、ある種ちょっと今流行みたいなところがあってですね、それは多いですよね。跳ね返りというか、一部の人たちが中心かも分かりませんけど、これだけこう残虐行為をその繰り返すということは、国際社会が一致して何かできるということ、何かあるんですかね。それぞれの国のテロ対策ということに尽きるんですかね。そうですね、テロに関しては対策をするしかないんですけれども、ただ私はですね、テロはそれほどそのアルカイダの9.11 の後のような大きな流れにはならないと見ていまして、っていうのはやはりこれだけそのやってることがひどすぎますから、よほどその変な人しかやはり
賛同しないわけですね。ですから、大きな流れと、もちろんその、なくならないですから、そういった人たちは危険はあるんですけれども、それよりも、元はやはりシリアとイラクの問題を片付けるのが先だと思うんですね。あそこが、イラクはイラクで、今、シーア派の政府があるんですけれども、それとスンニ派の少数派の人たちの中で熾烈な戦いがあるんですね。で、シリアはシリアで内戦してますから、その状況が残る限り、あそこの治安は安定しませんから、いろんなその関係派の人がもう入ってきて好きなようにやると。イスラム国もそこから、どっちみちなくならないということですよね。イスラム国に拘束された日本人の湯川さん、はいはい、あの方はどうなっているか何か情報をお持ちですか？全くわからないですね。はい、情報ぷっつり切れましたよね。一時ちょっと情報写真が流れたことあるんですけれども、それがまあいつ撮ったのかもちょっとわからないですから、今どういった環境におられるのかちょっとわからないです。はあ、そうしたことなんだ。はい、オバマさんが長い戦いの始まりに過ぎないというようなことを、すぐになんか解決するような策はなかなかないんですね。そうですね。ですから、前サダム・フセインの時のイラクとかですね、カダフィのように、もう軍事力で潰すんだと、これである程度できると思うんですけれども、アメリカはもうあれからやはりそれで傷を負ってますから、アメリカの世論がやはり外国への、なんていうんですかね、介入を対して非常に抵抗がありますんで、まあ、アメリカはそこまでやらなければ、今のような空爆、まあ、時間をかけて少しずつ抑えていくというような、その間にですね、まあ、大体そういった過激派組織っていうのは内紛を起こしてですね、自戒していくケース多いですから、まあ、そういったものを待とうというようなことではないかなと思いますね。最後に、リスナーの方でやっぱり日本にこうしたテロが波及する恐れはあるのだろうかと気にしていらっしゃるんですけど、はい、黒井さんはどう思われます？日本国内でってことはない、あんまり考えられないですよね。はい、まあ、彼らにとって日本ってのはその敵の範疇の外にありますんで、ただこういったことになると他の国でテロが起こることがありますよね。ヨーロッパとかアメリカとか、そういったところでその外あるいは東南アジアとかですね、ところで外国人が多いところ、観光客が多いところということで、テロが起きた場合に、もちろんそういったところ日本の方もいらっしゃいますんでね、いわゆる巻き込まれ型っていうんですかね。ですからその日本はその特に何もしてないんで狙われないだろうっていうあるんですけれども、ですから日本人だからって狙われるってことはないと思うんですが、逆にその日本人だから標的から排除するってこともないですよね。はい、もしその外国人を狙ったその外国人の中に日本人がいたら日本人もやるということになると思います。今日はどうもお話ありがとうございました。ジャーナリストの黒井文太郎さんに伺いました。お天気のお知らせです。上田さんお願いします。はい、明日の近畿の空模様ですが、滋賀県の北部は曇りで昼過ぎから晴れでしょう。朝まで雪のところがあります。京都の北部と兵庫の北部は曇りで夕方から晴れ、京都の南部と大阪は晴れで昼過ぎまで時々曇り、兵庫の南部は晴れ時々曇りでしょう。奈良の北部は晴れで昼前まで時々曇り、奈良南部と和歌山は晴れでしょう。大阪の朝の明日の最低気温は1度と今日より3度ほど低くなる予定で、見込みで、日中は今日と変わらない9度くらいの見込みです。お天気でした。さて、ここで特番のお知らせでございます。報道するラジオでは12月31日大晦日、午前10時半から年末特番、もう騙されないぞ2014を放送いたします。格差や貧困の問題、原発、そして介護など、私たちの暮らしに直結するテーマで多彩なゲストをお招きしてお送りします。原発に関しては、京大原子炉実験所助教の小出博明さんが電話出演してくださいます。また今日もお送りしましたイスラム国についてはですね、ジャーナリストの玉本恵子さんがイラクから電話リポートもしてくださる予定です。そして番組ではリスナーの皆さんからのメールファックスをお待ちしております。テーマはこれです。今年はこんなことで騙された、あるいは政治家のこんな言葉に騙された
など、騙されたお話を聞かせてください。ありますやろ。あ、こんなはずやなかったかな。こんなことで騙された。政治家のこんな言葉に騙された。宛先はいつもの通りです。メールの方は、報道するラジオのホウです。hou@mbs1179.com。hou@mbs1179.com。ファックスの方は、06-6809-9090。6809-9090でお待ちしております。報道するラジオ年末特番もう騙されないぞ2014 12月31日大晦日の午前10時半から午後3時50分まで5時間20分の生放送でございます。どうかお楽しみ、そしてぜひ参加なさってください。メールファックスでお待ちしております。平野さんもどうぞ大晦日もよろしくお願いいたします。うん、いや今日の話聞いててもう本当に考え込みました。そうですね。自分たちの世界これからどないなっていくんだって、うん。オーストラリアであるとはね、まあ、それはまあ白人至上主義という勝手は。標榜した国ですけども、あまりこう排他的なことを、うん、その政治的な行動を盛んになれば、なんかどっか標的に、される危険性があるなということを今回も示しているような気がするんです。日本もなんかナショナリズムが非常に高まってますんでね、心配ですよね。いや、それこそ政治家の言葉が、うん、本当に私たちのその身の安全とか、うん、平和な暮らしに直結するんだなっていうことを ね、今日私は感じました。大晦日午前10時半からの年末特番もどうかお聞きください。うん。